こんにちは、トイズガオです。6月16日金曜日午前11時よりこちらのウルトラマンティガブラックスパークレンスが予約開始となりますので、11時ちょうどにねまた予約していきたいと思いますが、これね3000個限定なんですね。正直これまあ前回このスパークレンス、ウルトラレプリカのスパークレンスと、ベータカプセルがね同時に予約開始になりましたけども、その時もねもう予約開始と同時につながりにくくなってね、これ11時から予約開始でもう午前中にはもう予約終了になってましたんで、でまあその後もねちょっとキャンセルはちょいちょい出るみたいで、更新を押すとね予約が可能になったりねしてましたけど、そういうのを一時的にあったんですけど、まあそれもちょっとね今回まあできるかどうかわかんないんですけどもね、まあできるなら11時ちょうどにね予約完了したいんで、まあねこれ予約していきたいんですけども、僕ウルトラマンに関してはまあ、完全にねそんなに見ていないので、このブラックスパークレンスに関してもですね全くどういう使われ方をしたとかどんなものなのか、誰が使ったのかとか全くわからないですね。この劇場版ウルトラマンティガーザ・ファイナル・オデッセイに登場したティガダークに変身する際に使用したアイテムであるっていうのも初めて知りました。全くわからないですティガダークが、誰が変身するのかっていうのもわからないですし、この辺のね劇中の発行とかもどんな音声が出るのかっていうのもよくわからないですし、とりあえずね3000個限定なんでもうとりあえず買っちゃって、それから、まあ予習のためにね、これの予習のためにその映画の方を DVD かなんかで見ておこうと思いますけども、グリッターティガモードの際にボタンを長押しするとウルトラマンティガのエンディングテーマブレイブラブティガのインストゥルメンタルのショートバージョン約18秒を楽しむことができます、はい、はい、そしてですね、こちら販売価格は7800円税込み、6月16日11時から予約開始でお届けが11月ですね、5ヶ月後ということです。さあ11時になりました。予約をしたいと思います。あアクセスが、はい、予約完了しましたよかった。ちょっと戻ってまた見てみましょうかね。まだまだありますね。まだ大丈夫みたいです。ちょっとね出だしでちょっとつながりにくかったんですけど、今は繋がってるみたいですね。はい、ということで無事予約が完了しましたね。3000個限定なんでもう今日中には多分、予約終了となると思いますので、まあ皆さんもねお早めにということで、
まあ、この動画が上がってる時にはもう終了してしまってるかもしれませんがね、これが来るまで楽しみに、まあ、したいと思います。11月発送なのでね、楽しみに待ちたいと思います。はい、それでは以上トイズガオーでした。ちょっと待ってください。もう在庫がないって出てますよ。うーわ、やばい。うわ、マジで。いや、これはやばいですね。あ、たまにこう復活しますね。なんかキャンセル的なものが出てるんですね。で、更新していくとですね、いや、今一瞬更新したらね、在庫がありませんって出ましたけど。あ、ほらほら、こんなね、出るんですよ。予約する在庫がありませんと交互に出ますね。これはちょっとね、もうやばいですね、本当に。ちょっとこれ生放送でやった方が良かったかもしれないですね。はい、こんな感じでね。もうダメですね。はい、もう一瞬でしたね。もう今11時5分ですけど、もうないですよ。いやー、よかった。いやー、これは、あれですね、普通のスパークレンス以上の反響というか、一瞬にして終わっちゃいましたね。いやー、怖い怖い。とんでもない代物でしたね、これは。はい、そんなわけで。はい、もう皆さんありませんので、予約してない方はね、残念でしたということですけども、僕はもう予約できたので、11月を楽しみに待ちたいと思います。はい、それでは、トイズガオでした。